スキットをご購入ありがとうございます。まず花材の説明をしていきます。こちらが薩摩杉もしくは氷室杉と呼びます。次にヒノキで、ブルーアイスとユーカリポポラス、モミになります。まずは、ヒノキから切っていきます。ヒノキは裏の面にしてもらうと軸の輪郭がよくわかるので、節が見えやすくなります。まずは、長いところ長い枝を切り分けていきます。その後手のひらの 1.5 倍ぐらいになるように切っていきましょう。これだと半分ぐらいになります。もうすでに、手のひらサイズのやつはここの根元から切り離してこのまま置いておいてください。下の方に残ったこういう枝ですね、ちょっとバラバラしていますが、できるだけ足は長く残したまま置いておいてください。じゃあもみいきます。もみは後ろから切ると切りやすいので、この太い枝から切り離すように取っていきます。で下の部分はこう長いの短いのあって構いません。そのまま置いておいてください。上の長いところに行きます。これもまあ物によると思いますけども、こう一番先端の長い部分だけ切り落としてもらって、まあ、こんな感じ頭なるべく揃ってる感じになるとやりやすいかなと思います。でこれもだいたい手のひらより大きいなっていうところで切っておいてください。残った枝分かれした2本も、太い軸の節のところとかをなるべく避けて切っておいてください。このボコボコしたところが節です。でこれは使いません。はい、じゃあ次ブルーアイスいきます。ブルーアイスもまずは横枝をザクザク切っていきます。よいしょ、こんな感じで枝の長いまま置いといてください。もし一枝がすごく長いなっていうもの、手のひら2個分ぐらいあるなっていう時は上をなるべく長くして下を切っておいてください。だいたい上長めにしてあげるとちょうど半分ぐらいのところで切れると思います。軸の部分が、上優先で切っていってください。では、薩摩杉もいきますね。薩摩杉も少し長めに切っていきます。だいたい手のひらより長いぐらい、23センチぐらいだと思います。これぐらいですね。この輪っかでするとやりやすいかな。輪っかよりも5センチぐらい出てる感じですね。これもよくレッスンしていると上からこう取っていかれる方が多いんですけども、そしたら下の方がすごく余ってしまうんですね。なのでまずは太い幹から切り離してください。でこれを2等分か3等分にしていくっていう感じですね。そうすると無駄なく使えます。これも太い幹からまずは切り離して、もう短いものはそのまま置いておきます。この辺は手のひらサイズだと思うんですけども、これはこれで置いておきます。はい、できましたでしょうか。
もし薩摩杉がこう茶色く変色しているところがあったら、もう事前に取っておいてください。この辺のポポラスとシルバーブルニアは、後で切りながら入れていきます。ではまずはワイヤーを、これはねもうどんな留め方でもいいです。私は輪にくぐらせて外側で2回ねじります。3回ねじりました。端っこがね危ないので少し土台の中にぐっと入れ込んでおきます。はい、で薩摩杉の量が多分一番多いと思うので、まずは薩摩杉からいっていきます。はい、じゃあこれをガサッと重ねます。薩摩杉2本と今回はヒノキを重ねていこうと思います。こんな感じバサバサっとした感じでワイヤーを自分の方に置いてもらって、そのまま、頭が左、足が右になるように土台の真上にバサッと置きます。だいたい足から3、4センチぐらいのところを上、外から中へくぐらせて一周ぐっと引っ張ります。この時ポイントなんですけども、こう持ち上げた状態でグッと引っ張ってもらうと葉っぱがねじれていきます。壁にかけた時にピタッと沿うように、このテーブルに押し付けながら、土台ごとグッと押し付けながらワイヤーを下にグッと引っ張ってもらうと力が入ります。ここで2周3周する必要はありません。1周で大丈夫です。では次もみいきます。もみはこの上のない場合バージョンをこの側面に入れていきたいんですけども、綺麗な子ではなくてちょっと激しめのもみさんを選んでもらって、あとちょっとシルバー系のブルーアイスですね。これもだいたい3本から4本ぐらいで合わせていきます。でこの時に根元から離れてるなっていう枝があったらもう取って止めやすいようにしていきます。こんな感じです。でそれを、1個目に入れた子のだいたい半分ぐらいずらすように、側面にテーブルに置いてください。もうバンと当てる感じですね。横からバンと当てる感じ。そうするとリースが横から見た時もしっかり、枝が詰まって綺麗に見えると思います。でグッとまた引っ張ります。はい、じゃあ次は綺麗な頭のもみさんと、どうしようかな、ヒノキにしましょうか。これランダムにしていってもいいですし、なんか好きな針葉樹があればそれを上に来るようにしてもらうと可愛くお気に入りのものができると思います。これも3枚もみ1本とヒノキ2本重ねています。でこれをさっき2番目に入れたこの半分ぐらいずらして、今度土台の正面に置きます。でまた少しワイヤーをグッと右にずらしてもらってくぐらせます。えい、私はねちょっと真面目な性格なので結構揃ってしまうんですけど、もっとバサバサしてても可愛いですよ。私はね癖でこう綺麗に重ねてしまうんですけど、あまり綺麗に重ねすぎないっていうことがポイントかもしれないですね。はい、じゃあもう一回、3番目に入れたこの今度は半分ずらしてガサッといきます。でその時にここにすごく隙間が空いてしまったっていう場合は、後々見た時にあんまり綺麗じゃないと思うので、ここの隙間が埋まるように1回入れてみるといいかもしれません。置きながらやってもらってもいいですよね。で少しずらしてブルーアイスを入れます。はい、ではそろそろシルバーブルニアを入れていきます。よいしょ。
この足、ひげの部分は取ってもらうとやりやすいです。まあ、そのままガサッと置きましょう。私はもみとこう重ねると可愛いかなと思うので、皆さんは好きなタイミングで入れてくださいね。これも足なるべくこうはみ出しすぎないようにしてもらって、円の中に収まるぐらいで切って上に乗せて、で一周くぐらせます。はい、じゃあ、ポポラスですね。ポポラスもここで一緒に、ワンポイントでねガサッとなるようにしていきたいので、こう綺麗にブルニアとユーカリが綺麗に見えるようにしてこう置いていきましょうか。こんな感じです。何を置いてもらってもいいです。でまた一気にいきましょう。ギュッ。で規則正しくする必要はないので、どの組み合わせでもどの順番でも大丈夫です。皆さん座ってされてるかと思いますけども、たまに立ち上がって真上から見てもらうと、この太さが均等かなとかっていうのが分かりやすいと思うので、一度これ半分ぐらい来たら、上から立って見下ろしてみるといいかもしれません。よいしょ。私はこのヒノキがお気に入りで、いつも淡路島の、ね、生産者の方、市場の方なんですけど、お願いして切ってもらってます。よいしょ。バサッといきましょう。はい、でたまにはこのポポラスの葉っぱも入れながら、よいしょ、このもみの綺麗な頭の方を入れて、よいしょ、でこうはみ出た足、円よりはみ出てる足は切っておきます。このルーズなタイプはもうあっという間に終わってしまうので、簡単でいいですね。あの緻密に丸くするのはそれはそれでなんか瞑想状態になって楽しいんですけども、これはこれで出来上がりもすごく外国っぽくて可愛いかなと思います。いいよ。こう私上から撮影してるので今分かりやすいと思うんですけど、ここちょっと出過ぎてるんですよね。ちょっと円にあまりなってないので、こういう場合は重ねすぎてるっていう感じですね。皆さん慣れてくるとねだいぶ詰まってきます。なので等間隔になるようにしっかりで、丸いなっていうところでこうワイヤーかけるところ親指でグッと押さえてもらうと分かりやすいと思うんで、で今日はねこの真ん中の穴なくなってもいいかなと思ってます。短くするときはしっかりドーナツ型にすると可愛いんですけど、こういうルーズの場合は真ん中なくなっても素敵です。大人っぽい感じになりますね。よいしょ。これは今日は4種類の針葉樹を使ってるんですけども、他にもねいろんなコヒーバだったりとかボールバードっていうちょっとシルバー深緑のシルバーっぽい感じのものだったり、針葉樹は
いろいろあります。マットユーカリ多めにするとかでも素敵ですし、あの花屋さんに聞いてもらってドライになる素材を教えてもらうと、いろんなものを組み合わせれば組み合わせるほど深みが出てくるんでね、いろいろ試してみてください。ヒノキだけとかでも結構素敵だったりします。薩摩杉が一番、薩摩杉、氷室杉、このもしゃもしゃの子が、まあ、一番作りやすいのは作りやすいんですけど、この今日の素材の中でも一番縮みやすい素材ではあると思うんですね。カリカリと、あの今ふかふかしてるんですけども結構縮んできます。それに比べてモミとかあのブルーアイスとかっていうのは結構変わらずこのままの状態なので、ボリューム感を出したいならこういうシルバー系のもの、あの多めにするといいかもしれないです。はい、じゃあだいたい一番最初の子にちょっとかぶるぐらい戻ってきました。でここからがあのリースの難しいところなんですけど、しっかりここをぐいっとめくります。1個目の子ですね、1個目めくって1個目 の, あの葉っぱの組にワイヤーをかけないように、足は土台の側面に流すように置いていきます。わかるでしょうか。こう内側に入らずに外側に入れて、この葉っぱの流れをねしっかり見ていてください。1個目のここを押さえて、右手でね押さえながら、軽くワイヤーかけてもらって、でちょっとふかっと乗せます。で乗せた状態で土台を持ってワイヤーをぐーっと引きます。そうするともうここつながりました、綺麗に。じゃああと外側をここですね、2箇所ぐらい入れたら埋まると思いますので、よいしょ、もう余ったやつ全部入れるぐらいでもいいんですか。こんな感じ。これも、これはね、この時は少しこう持ち上げてもらって側面にそっと置く感じですね。でも後ろにはいらないので側面にしっかり置いてもらって、葉っぱの面正面しっかり向けてくださいね。よくこうあの絵に沿って置かれる方いるんですけど、そうすると、この直径が太さが細くなります。しっかり葉っぱの面を上に向けて重ねてあげることがポイントです。今日のやつはねすごく簡単なので、もしちょっと気に入らないなっていうことがあったら一回ほどいてもう一回やり直しても全然あの楽勝だと思います。2回目の方がより綺麗にできると思いますよ。まあ、慣れてる方はね一発でぜひ作ってください。はい、最後に行きます。少しね材料あのキット購入してくださった方は材料多めに入れてると思いますので、無理に全部入れてしまわなくても大丈夫です。あの円がね綺麗に見えるような分量でやってください。こんな感じで少しポポラスは長めに入れてあげると揺れ感が出ます。じゃあ最後ですね、最後はここ1個目の子の下になると思います。これも横からスポッと入れてもらって、で1個目、一番初めに入れた子ですね、一番初めに入れた子を少しめくり上げて、でワイヤー軽く通します。ここでグーッと引っ張りながらするとちょっと歪んでしまったりするんで、なんかあ1個目の子かかってないかなっていう感じで探りながら軽くかけていきます。でかけた状態でここの人ね今入れた時にぐるっと回ってしまっているかもしれないので、綺麗に見えるように葉っぱの面を上に向けて、で上からしっかり見て流れを確認します。時計回りに
枝先が向いてるととても綺麗に見えると思いますので、その辺を確認してください。これね、正面ここって決まってるわけじゃないので後で決めていきますのでね。もし余ってる方いたら、あ、ちょっとこの辺寂しいなっていうところに入れていきます。この辺入れるときはね、ちょっと難しいんで、太い軸のこういう薩摩杉とかいたらこう差し込む感じで足していってください。で、まだワイヤーが近くにあるなっていう場合は、さっきと同様こう重ねてもらって、この隙間があるなっていうところにスポッとはめます。スポッとはめる。で、ここ軽く親指で押さえておきます。そしてワイヤーで間をくぐるように、押さえつけないようにね、しっかりめくって、で、これもこの時も軽くこんな感じで、もうここに乗せるぐらいで大丈夫です。で、誰も踏んでないかなと確認して、で、戻します。で、まだ引っ張らずに微調整してください。はい、これで埋まったかなと思ったら、最後にギュッと力を込めて引っ張ります。はい、じゃあ後ろに向けますね。後ろ向けるとこんな感じになってます。だいたいね、10センチぐらいのところで切ってください。で、この黒いワイヤーがこう土台に巻きついてると思うんですけど、黒いワイヤーとこの木の土台の太そうなところにこう、先端をくるっとフックにしてもらうと、縫いやすいんですけども、フックにしてもらってくるっと入れていきます。で、引っ張ってここ今と同じところに3周ぐらい巻きつけていきます。これでね、止まります。はい、はい、じゃあ、少し持ち上げてもらって、後ろからポンポンポンって叩くと少しゴミが落ちてくると思うので、ゴミを落として一旦この紙の上のゴミを捨てていきましょう。じゃあもう一度紙の上に戻します。で、くるくるっと回してもらって、一番いい感じだなって思うところを探します。このぐらいにしとこうかな。私はこうシルバーブルニアと、このポポラスが下に下がるように配置しました。で、最後にこのチランジア、これをどの辺にしようかなっていうのを考えます。まあ、これもね、つるみたいな感じなので、垂れるように上から下に入れてあげるといいかなと思います。で、ワイヤーの先端をさっき決めたところですね、グーッと差し込んでいってください。はい、これで完成です。あとは、引っ掛けるところですね。このままテーブルにドンと置いてキャンドルを立てても素敵ですし、もしリースとして壁に掛けたい方は、リースワイヤーを15センチぐらいで切っていただいて、これぐらいですね、ちょっと分かりにくいかな、これぐらいで切ります。で、正面決めた一番上の部分ですね、そこにある黒いワイヤーか木の土台、どこでもいいです。真横にグッと通します。こんな感じです。で、上で、
バッテンにしてもらって、頭の位置を揃えてバッテンにして、でねじります。下を押さえながら上の離れてる方をねじっていきます。はい、5回くらいねじってもらったら、こうねじねじなってると思うので、それを、この土台の方、輪っかの方が上になるようにぐるっと入れ替えます。はい、で根元一周グッとしてもらうとより固定しやすいん でこれで輪っかが出来上がりました。はい、では実際に飾ってみます。はい、完成形こちらになります。飾ってからこのユーカリとかが今中に入ってたんですけども、少しこう上に出してあげたり、形を少し整えてあげるといい感じになります。やっぱり多少ね重力でこう下がってきますので、もし上の方があまりペタンコになりたくないなっていう方は2日ぐらい平置きで置いといてもらってもいいかもしれません。飾り付けの動画を撮り忘れていたので、少し土台は違いますが、同じようにやっていきたいと思います。材料ですが、ライムホール、南京ハゼ、アンバーバーム、月桃の実、シダーローズ、スターアニス、あとちょっと小物が入っております。まずこれを、お好きなものですね、を置いていきます。綺麗なところを表面にしてもらって、ここでもいいし横向きでも構いません。で、大きなものから配置していきます。好きなところに置いていただいていいので、皆さんの土台に合わせて置いていってください。で、こんな感じにしようかなっていうのをだいたい決めていきます。で、だいたい決まったら、このグルーの小さいのを入れてると思いますので、これを開けてもらって、もし蓋が開いてない場合はこちらに穴開けるところがついてるので、キュッと穴を開けてから使ってください。つける量は少しでいいです。これは大きいので面積大きめに使いますが、これぐらいで元の位置に戻していきます。この辺はもう軽いので少しつけてもらって戻します。この要領で全部つけていきましょう。こちらがトッピング済みのものになります。今年は白いオーナメントを少し散らしてみました。松ぼっくりやリボンなどお好きな素材をトッピングしてみてください。それでは良いクリスマスを。ありがとうございました。